鈴木誠。先生、我々選手一同は日頃の練習成果を十分に発揮し、日頃伝えてくださっている家族、先生、仲間たちの期待に応え、最後まで正々堂々戦い抜くことを誓います。平成29年3月12日選手代表、神谷塾、鈴木誠、高橋碧斗。